応今日の役職が市民陣営8で、うち1人がハッカー、うち1人がシェリフで、ジャッカル1のインポスター2で、インポスターのうち1人がまあとりあえず最初モーフィングにして、つまり今いるのはモーフィングとシェリフとハッカーと、ハッカーとジャッカル。あ、了解です。で、普通のインポスターがさらに1人いるって感じですね。はーい、はい、じゃあ行きます。よろしくお願いします。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 なんかディスコードのやつバグってて、リンゴさんが表示されてないのと比較…おー、ジャッカル、ジャッカル初めて言ったえ、ちょっと待って、ジャッカルは、ちょっと待って、ジャッカル聞いちゃったなぁ。まぁ、あ、ちょっと一回ステイで。おー、ナイスボタン。ナイスボタン。ありがとうございます。ナイスボタン。ありがとうございます。これだからジャッカルは単独だから、市民でもなく人狼でもないんで、ただ一人に、え、ちょっと待って、勝利条件が分かんなくなってきた。え、ただ一人になったら勝ちだっけ。とりあえず、キルは人狼にやってもろて、できる限り白ムーブで行こう。俺は殺されちゃいけないから、そこがむずいよな。いや、もうとりあえずしばらくキルしないムーブで行こう。カメラ見てるね。おー、おまいがナイス、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 ナイスキル。みんなの最終位置教えてください。セキュリティ、クレイセキュリティです。セキュリティ3人いますね。はい、ミーティングです。ミーティング、僕とヤーマンさんです。はい、はい、みんなの位置情報はすべて正しいんですが、エレクトリカルが2なのでエレクトリカルだけ足りてません。なのでエレクトリカルで死んでます。バイタル情報がありまして、22秒前に死んでます。右側では死んでなかったんですけど、エレクトリカルの左側で死んでると思います。リンゴさんかもしくは3人セキュリティにいた人の中にいます。メッサン厳しいと思います。展望を見送ってコックピット見たときにまだ展望あって、そっからミーティングなんで、多分22秒前はキルできないと思います。それで言うと、ヒカクさん、僕も最終セキュリティなんですけど、同じこと言えないですか、はい、コックピットで合ってると思うんですけど。入れ替わりで入ってったのってクレイさんでしたっけ。そうです、そうです、そうです。あー、ちょっと厳しい気がします。マックスさんとヒカクの情報が正しければリンさんかリンゴさん。ボタン押します。はい、はい、すみません、22秒前だったら、そのクレイさんとメスさん絶対無理で大丈夫そうですかね。僕目線メスさんは絶対無理で、ちょっとクレイさん僕忘れちゃってすれ違ってんの、多分無理だと思うぐらいです。クレイさんいました。コメサボにもね、最後終わってから言ってるんで、そう、見てくれてる人何人かいそう。リンゴ使用したいんですけど、はい、ハッカーです。おお、他にいないと思うので、リンゴはローラーとしてしないでほしいです。じゃあリンさんでいいんじゃないですか、うん、もう完全に一人しかいないので、まあ、もしくは僕とリンさんでいいんじゃないですか、うん、そうですよね、うん、私はもう何も情報を持っていなくて、セキュリティの方の下のアップロードをやってからカメラを見始めているので、多分キルクール開ける前にセキュリティに入ってたはずなんですよ。みなみずっとアーカイブにいてカメラついてるのを確認はしてるんですけど、はい、それが10秒前ぐらいからついてた感じないですね。だからもしリンゴさんの言うことが本当であれば、22秒前に死んでるんだったらその証明は一応できないので、キルしてからカメラ見るっていうのが全然可能だと思うので、ただ私ではないのでちょっと洗ってほしいなと思います。ちょっとマックスさんの偽装かリンゴさんの嘘か、ごめんなさい、ちょっと私は。なるほど、了解です、了解です。お願いします。はい、まあこれはリンゴさんをやれたらラッキーって感じやな。人狼減らしたくないからな。ウェールちゃん、メッサン来て、南マン。ちょっと
と思って。あー、ナイスボタンです。ナイスです。ナイスボタンです。何がありました？ローラーするんだったらと思って一応僕は押しました。あ、ありがとうございます。はい、ますけどね、とりあえず怒ったこと言いたくて、ハッカーでアドミンを見ていたらセキュリティに、はい、メッスさん、はい、青があって、で昇降機にも青があったんですよ。おお、すげえ。ウォーミングだ。だからウォーミングだと思います。なるほど。すげえ。メッスさんセキュリティにいましたよね。メッスさん最後昇降機右にいました。いた。じゃあ姿を変えてるのでいない人を洗いたくて、メッスさんはこれでちょっと白くなっていって。チロちゃんってどこにいますか？チロちゃん今メインホールにいます。あ、チロちゃんメインホールにいた気がする。茶色だった。チロちゃん、メスさんを追いかけるチェロちゃんとメインホールのエレクタリカルにの階段、あのはしごのところですれ違って、メスさんが下に下ってチェロちゃんも下に下ったんですよ。メスさんってチェロちゃん以外にすれ違った人いますか？いや、最後の最後にヤーマンですね。ヤーマン、チェロスケ、あとマックスが緊張は初手で、マックさんは違いますね、今回は。僕は見てました。はい、で、ヒカックさんもいました、ベールもいました、は確認してるので、この辺も、はい。エンジンで、そう、リンゴさんと、ベールちゃんと湧いて、で、ちらメインでタスクしてました。ふーちゃんか、ヤーマンさん。はい、ちなみにマックさんは僕、釣らなくていいと思ってます。ヤーマンはメスさんと合ってます。はい、ヤーマンは多分厳しいです、僕目線。最後の最後になってます。はい。ハッカー強いな、これ。ハッカークソ強いっすね。ハッカーシアじゃん。もうね、ああ、また湧いちゃった、ここで。リンゴさん、早めに切っときたいけどね。やばい、怖っ。ナイス。ごめんなさい、リンゴさん、すまねえ。これカチカチでもいいな。ああ、そうなるよな。え、どういうこと？どういうこと？レポートだから、マックさんがリンゴさんの死体をレポートして、その瞬間に切られた。だから多分そこにダブル人狼、ダブル人狼かインポスタージャッカルがいる。そうですね。で、今僕バイタルいたんですけど、バイタルじゃなかったんで、おそらくコックピットだと思います。リンゴさんがいるとしたらハッカーなんで。まあ確かに、うん、僕すいません、マックスさんと会ってまして、電気停電になる前にアーカイブで会ってるんですよ。で、ヒカクさんが僕診察まで行こうとしたんですけど、ほんまにバイタルまで行けてます？バイタル最後行ってます僕。多分ね、マックスさん下には降りてってるんですよ、すれ違ってるんで。あ、そうなんだ。じゃあ右側なんだ。僕最終展望です。ショックを右で手で直してます。そうだ、治ってない。いや、俺最後に展望で直そうとしたところでレポートでした。あ、了解です、了解です、はい、いや今迷ったけど、多分あれ最終的にマックスさん右にいたことになるから、絶対だから本当にコックピット前提で進んじゃうんだったら左にいるの怪しいなって思ったけど、まあ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 、まあ、ただチェロちゃんは切れない。多分チェロ黒だな。とりあえずヤーマンさんは貨物の方に行くマックさんを見てるってことですよね。逆です。アーカイ、ラウンジアーカイブシャワーの方に下ってる感じはしたんですよね。あ、そうなんだ。はい、だからヒカクさんがタオルタスクしてる時にすれ違ってる感じなんですよ、僕アーカイブで。はい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 、はい、メッスさんが逆に僕見えなくて、その時、はい、メッスさん、メッスさんも上がっていきましたよ。はい、俺もヤーマンさん見てないな、記憶にない。え、あ、ほんまですか。僕ごめん、いたかもしれないけど、ごめんなさい。2人ベルさんおられたん見て、貨物から診察の方に下っていったんですけど、停電になったんで貨物の電気つけようと思ったっていう感じなんで、まあその辺でクレイさん見られてないことから、クレイさんはもう隠しろで良さそうですね、うん、ありがとうございます。いやー、これ結構容疑者多くないですか。でもびっくりするが多かった。その場にいるはずなんですよね、ダブルキルなんで、うん、これって今一番怪しいのって誰ですかね。僕目線はメスさん、フーちゃんは、ちょっと厳しいかなと思ってるんで、チェロスケ、ベールちゃん、ヤーマンさんの中に2ロー、もしくは1ジャッカル1インポスターに見えてます。あのベール、あのセリフなんですけど、ベール、あの、あ、そうなんだ。そう、誰が一番怪しいかな、みんな目線。大変しよう。チェロちゃんがさっきのモーティの話からもちょっと怪しいんだけどな。俺もチェロかな。チェロで、ベールさん
ミーティングでバトルしよう。バトル来る。バトル。ミーティングで。ミーティングどこでもいいよ。ミーティングどこでもいい。チルどこでもいい。じゃあミーティングで。ミーティングでバトルだ、はい。バトル始まった。バトルだ。バトルだ。まあこのターンはちょっと一旦また潜伏で。てかまあ白目に見られてるから一旦潜伏でよき。まあでも隠し色になっちゃうとな。それはそれで今度インポスター側に切られる可能性もあるからな。いいんだよな。うおー怖っ。ん？下にいるよ下に。直しに行って。うわっ。え？なんでなんでなんで？違うあのなんかあの。ヤーマンさん、ヤーマンさん目線どうだった？ヤーマンさん多分一番見えてるんじゃないかな。いやーちゃうんすよ僕あのね今ヒカクさん生きてました。ほんですぐなったんすよ。だから誰が切れたか見てないんすよね。チェロちゃんの姿見えてないですか？なんで見えてないです。チェロネはそのチェロネが上に来てないって言えるの？昇降機前でちょっとぼったちしてたから。そうそうそう。で停電になったって。停電になって、みなみ昇降機でヌーン乗って、右行ったのがフーちゃん。あ、そうです。あ、そうなんだ。最後にチェロさんも僕はありえないと思いますよ。左側に行ったんで。だからもう一度そもそも上がれてないからやっでない。え、じゃあメッサンは、メッサンは。俺はそのモーフィングの可能性は分かんないですけど、はしご降りた瞬間にチェロスケの姿が上に上がるのは見ました。そう、上に上がり、いや上がりきれてないから。やっぱ分かる。上がりきる前にレポートが入ったのだ。メッサン下がった瞬間に。なくて。え、だからはしご下がった瞬間に、あ、上がるのは見えたってことか。チェロちゃんはそもそもなんで上に上がらなかったの？そう、上がれなかったの？うん。キルクイルタイムが上がらなかったから。キルクイル上がらなかったからか。ああ、そういうことね。前回問題でも。オッケー、まずは一人ですね、これ。違うのだ。オッケー。クレイさんから思いましたもん。違うのだ。いや、違う。俺真っ白。誰かの真っ白ですよね。ひどいよ。会話したかったのに。ああ。これベールちゃんだな。ベールちゃん行くしかない。とりあえず。もうい…え？え？おや？黒くない？おヤーマンさん黒い気がするんだけどこれ。チェロちゃんをかばってるように見えるんだよな、ヤーマンさんが。30秒ぐらいかなと思って押しました。ありがとうございます。白いな、めっちゃ白いな。やった。今んとこ誰ですかね。これベールくんのシーフでやれそうなんで、どれか切っていいですか。ヤーマンさん切るか。いや、あ、よし。一番でもこの中で怪しい位置だったらヤーマンさんじゃない。僕ですか。僕行きます。かまみなみちゃんかだけど。いや、みなみちゃんはかなり白い。あ、あ、ないか。1人街は確実に落ちているので。あと1人街だよね、多分ね。あと1人街行きますですね。はい。え、ちょっと待って。あ、山さん、え、ちなみにタスク終わってます。あ、ダメ？あ、行った方がいい。山さん、行ってくれ。行ってくれ。いやー、これサボが来ないのがきついなー。あ、え、やってくれんの？マジで？いや、多分ね、そう、俺今さ、勘違いしてて、ヤーマンさんもう落ちてんだよね、多分。あ、ヤーマンさんじゃない。人狼も落ちてんだよ。いやでもこれ切れねえわ。やる？試算したんすか？いや僕白なんですよ。いやだからこれ。いやでも俺ヤーマンさんちょっと動いてたようにも見えるけどな。どう？やめてくださいクレイさん、ほんまに。動いてないかな。いやごめん、俺ちょっと。いやまあ多分動いてなかったかな。聞いてないです、これは間違いなく。僕の目線はそうなるともうメスさんかなって思ってるんですよ。そのマックス学院長、マックスさんが亡くなられた時に、でも塗ってくるんだったらめっちゃ怪しくなっちゃいますよ。あのリンゴさんがハッカー使用してて対抗出なくて、なおかつあの人外に殺されてるんで。いや分かれへんマジで。いや、まあ、のヤーマンさん間違いなく今言えんの俺はないっすよね。ですね、クレイさんは僕だからそうなんかなって感じなんですけど、うん。いやわかんねえ、ちょっとボタンあります？
僕もうないんですよ、ボタンも。タスクはもう俺終わってますよ。終わってます。 あ、やべえ、マジか。これもうほんまちょっとすみません。これ誰が入れました、今誰入れました。いや、ごめんなさい、僕キャンセルしようと思ったら、あの、いや、これも僕名刺だと思います。オーケーです、オーケーです。ごめん。待って、これ買っとくね。やばい、心臓がバクバクしてきた。ナイス。タスクが終わるまでに、いやでも多分待って、いやーメスさんどこ行った。すごい、ナイスナイス、よっしゃー、ナイスナイス、マジありがとうございます。すごい、よかった。いやこれは神なのだ。いやでも配信見て、あの×ボタン押したのにチェックマークのとこ行っちゃったんよ。いやー、いや今らしないよ、神なのだ。やったぜ。いや俺初めてやりました、ジャッカル。いやー、クレソン初めて勝ってるのか。奇跡起きた。やばい、もうお腹いっぱいな。お腹いっぱい。もう良くない今日。ちょっともう、これ以上。こんにちは。じゃあクレイさん、じゃあクレイさんなんだ。俺以外本当にいないっすか。じゃあ僕カミングアウトします。ジャッカルです、ありがとうございました。2連続ジャッカルです、ありがとうございました。対戦ありがとうございました。